本当にあの皆様にお世話になりました、えー、12日間の戦い、えー、多くの皆様にお,さお助けいただいたというのを実感できた、えー、選挙でありましたし、まあ、逆にあの本当に悔いのない戦いができました、えー、ここにいらっしゃるすべての皆様、そして応援いただいたすべての皆様に、えー、心から御礼を申し上げます。ありがとうございました その当初、劣勢といいますかね、選考されると、こういうデータがあって、そしてスタートした今回の選挙戦でありますけれども、多くの皆様のお力を得て、日に日に応援のしてくださる輪が広がり、特に最終盤は本当に私も実感として、 多くの皆さんに応援が広がっている、多くの皆さんが応援をしていただいている、それを強く感じた選挙戦でもありました。私もこの選挙戦で、危機を乗り越え、日本を元気にということで、コロナによる経済や医療の危機、そして地球温暖化や豪雨災害、こうした危機、そして東京一極集中や人口減少。 こうしたことに対する危機を、この地方の現場で乗り越えて、この地元から、稲なから日本を元気にする、そのことを訴えさせていただいてまいりました、そして同時に、今回の選挙、この稲なにの代表を選ぶ、誰にこの稲なの未来を託すのか、そういうことで、ぜひ宮下一郎にお任せいただきたい。 このことを強くお訴えをした選挙戦でもありました結果として多くの皆様にご理解をいただいて当選確実を出していただいた本当にありがたいことだと思います同時にこれからが正念場だということを私も選挙戦を通じて何度も申し上げてきましたまさにこれからしっかり働いて 皆様方にご恩返しをしていかなきゃいけませんし、えー、それには皆様方のますますのお支えも必要でございます。えー、皆様とともに、えー、明るい未来を開くために全力投球してまいりますので、ぜひ、えー、これにもましてお力づくたまえますように心からお願いをしておいおのおね、えー、御礼のご挨拶といたします。どうも本当にありがとうございました。<laughs> はい、あのー、一貫してですね。 えー、大激戦と、えー、こういう認識でおりましたので、えー、多分あのー、結果もかなり遅くなってからあ確定するものと思ってましたので、えー、正直言って、ちょっとこんなに早く投確出していただけたというのは、う、あのーまあ、嬉しい誤算と言いますかね、えー、いや、本当にありがたいなという気持ちでい,っぱいですあの今回、選挙戦を振り返ってみて、あのー、非常に。 与野党一騎打ち、厳しい戦いだったかと思いますが、選挙戦を振り返っては、今、どんなことを思われますでしょうかそうですねあの、ここまで激戦だということは、やはりあの自由民主党に対するご批判もあるということは、選挙戦を通じてあのしっかり申し上げて、その反省の上に私は前に進みたいということを申し上げたんですけれども、そういう中での選挙戦と。 ということでしたのえ大変厳しい、本当に先が見えない、一人でも多くの方にご理解をいただきたいということで、日々、頑張り続けた選挙戦だったなということを、今思い返して思いますその中で、今回の勝因につながったものは何だと思われますか。やはりあの集会出てくださって 方皆さんですね、あの本当によし、分かった、あの応援するよと、えー、頑張るよということで、えー、次々にその輪を広げていっていただいた、えー、本当にご支援の皆様のご恩のおかげだなぁということを本当に感じた選挙戦でしたそうしますと、その有権者の方に改めてこう伝えたいことは、何になりますでしょうか。はい あのやはり、いずれにしても激戦ということはです、ね、いろんなご批判やご意見も多くあるということも踏まえて、私がこの居習いの代表として選んでいただく。 ただ、私、ね、多くの皆さんのご意見もさらに踏まえてです、ね、前に進んでいかないといけないということを感じますし、まあ、同時に私もこの稲田院から日本を元気にということで申し上げましたが、それはあの農林業であり、 ものづくり企業であり、観光業であり、そしてこの公共に関わる建設関係であり、多くの皆さんが、ですねそれぞれのお立場で前に向いてご努力いただく、そのことがどうしても必要ですし、それをしっかり私もお支えしていくと、まあ、一緒に力を合わせて前に進んでいくということが大事ですので、ぜひ皆様方の,その前向きのですね、 ご尽力をお願いをしたいと思いますし、私にも引き続きご指導をいただきたいと、その声を踏まえて、しっかり国としてもお支えをどうしていくかとい、あの政策を練っていきたいと思っていますでは最後に、6期目の抱負をお願いいたします、はい、今も申し上げましたけれども、大きな転換期を我が国は迎えていると思います。こ、えー、ここでですねのの稲田にを一つのモデルとしして新しい、えー 社会づくり地域づくりをしていくということでえ、まあ、その意欲に燃えております、えー、皆様これまで、えー、後期18年皆様方に育てていただいた経験を活かしてですね存分、えー、に働いていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いしたいと思いますはいありがとうございます